国鉄時代から続いたあの列車が消滅するかもしれません。皆さんおはようございます。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常陸の牛久駅常磐線の駅の、改札口前に来ております。なんか運転見合わせの表示出てますね。本日はですね、国鉄時代からずっと続いてきたあの列車、ダイヤ改正で消滅するかもしれません。まあ、おそらくこの動画公開される頃はもうすでにダイヤ改正の、結論っていうのが出ているかと思いますので、違かったらごめんなさいっていうお話ではあるんですけど、あの列車が今、常磐線で1日1往復だけ運転されております。それがもしかしたら、なくなっちゃうかもしれません。今回はその電車に乗車していきます。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで1番線2番線の上野東京品川方面常磐線ホームにやってきました。今度2番線には6時36分発の普通電車上野行きが到着します。普通電車上野行きはまだ常磐線ではかなりの本数が運転されております。特に朝だったりとか、夜深夜の時間帯は上野っていう表示が当たり前なんですけども、その下にですね、こちらです。今ちょっと運行情報で出て消えちゃいましたけれども、特急上野行きという表示が出ておりました。なんか伊勢崎線人身事故らしいですね。太田伊勢崎駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は6時40分頃を見込んでいますとのことです。でもうすぐ表示されます。特急ときは54号の上野行き、国鉄時代特急上野行きっていうのは常磐線だともうこれ当たり前でした。仙台発も岩木発も勝田発もみんな上野行きで運転されておりました。2015年にダイヤ改正で上野東京ラインが開業いたしまして、そのタイミングから品川行きの電車がちょくちょくと運転されました。ただラッシュ時は上野始発で残っていたんですけど、例えば日立3号仙台行きとかも上野始発で残っていたんですけど、ダイヤ改正のたびに品川に延伸をしていきまして、とうとうこの1本だけ朝の日立の牛久でいうと6時39分の特急上野行きだけが上野行きとして運転される特急電車です。新型なんとかウイルスによって、19時台、20時台、21時台に15分発の上野始発の電車とか運転されてたんですけど、その電車もなくなっちゃって、夜の時間帯も、1時間に2本の運転に変わりましたけれども、次のダイヤ改正でもしかしたらそれが戻るかもしれないんですけど、戻ったらまた上野行き増えるっていう話になるんですけど、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですが、今のところはこの1本です。でこれも、まあ、品川まで直通する可能性が次のダイヤ改正で高いんじゃないかなと思います。上野行きの特急電車に今回は乗車をしていきます。ということで、なぜか3分前に1本前の普通が来るんですけど、36分発なんですよね。あ、来ましたね。ちょっと遅れてるみたいです。今37分になりましたんで、でこの電車の後ろ3分後ろを、特急電車が走るんですけど、終点上野までこの電車は抜かさずに、この電車の後ろをずっと走るような形になります。
今6時38分ですね、2分ほど遅れまして1本前の上野行きが出発していきました。この電車のすぐ後ろを39分の特急電車が走っております。停車駅は日立の牛久を出ますと牛久、龍ヶ崎市、柏、日暮里終点上野です。日暮里にも停車する、ちょっと特別な列車になっております。で多分すぐ来るとは思うんですけど、先行電車遅れてたんで遅れてるんじゃないかなと思います。ちょっとね、時刻は時計で言うともう39分40分になるところです。ちなみに今朝方ですね、常磐線6時頃なんですけど、天王台取出駅間で異常な音を感知したということで、緑の快速電車安全の確認を行いまして、今現在ですね、列車によっては10分程度の遅れが発生しているということです。もしかしたらこの電車にも影響するかもしれません。ライトが見えてきましたね。さあ何色の日立が来るでしょうか。時はか、何色の車両が来るか楽しみですよね。まもなく2番線に特急ときわ54号上野行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。足元緑色の10両乗車口1号車から10号車でお待ちください。通常カラーですね今日は。8号車の席を取ってますので、8号車の乗車口、こまめに停車するんで通勤特急みたいな感じですね。
座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のラップが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のラップが点灯するとまもなくご予約いただいた区間となりますので恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください。トイレは1号車、3号車、5号車、7号車、9号車にあります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。次は柏に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Tokiwa Limited Express bound for Ueno. We will be stopping at 柏 and Nippori.Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats display. Kashiwa の次は日暮里に停車いたします。ご乗車ありがとうございました。柏です。3番線に到着、お出口は右側です。上野東京ラインの品川行き、降りましたホーム3番線から7時10分です。降りの際車内に忘れ物などなさいませんよう気をつけください。柏を出ますと次は日暮里に止まります。通りの次は終点上野に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく日暮里に停車いたします。3番線の到着、お出口は右側です。お乗り換えのご案内いたします。上野東京ライン東海道線直通品川駅は降りましたホーム同じ3番線から7時37分の発車です。新橋終点品川までのお客様ご利用ください。降りの際に落とし物をお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Nippori. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Keisei Line, and the Nippori Toneri Liner, please transfer at this station. The stop after Nippori will be the Ueno Terminal.Thank you.
線上野に到着いたします。新幹線、山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えです。どなた様もお忘れ物のないようお支度ください。本日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the Ueno Terminal in a few minutes. Passengers changing to the Shinkansen, the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Utsunomiya Line, the Takasaki Line, the Ueno Tokyo Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line,and the Keisei line, please transfer in this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点上野、終点上野に到着いたします。低いホーム17番線に到着いたします。お出口は右側です。乗り換えのご案内いたします。となります。現在車内清掃折り返しの発車準備を行っております。はい、ということで特急ときわ54号は終点の上野駅に到着いたしました。懐かしいですね。なんか低いホームに到着する特急電車ですごく懐かしいと思います。そしてこの電車は折り返し8時30分発特急ときわ53号の勝田行きになります。朝のラッシュ時なんで結構時間に余裕がありまして、約50分ほど折り返しの時間が設定されておりますので、まあ、ダイヤが乱れて、遅れても、まあ、下り電車には影響しないようになっております。下りの上野始発の特急電車は、まあ、臨時電車を除きまして、この8時30分の特急電車1本になっております。次のダイヤ改正でこれがどうなるか分かりませんけれども、なくなってしまう可能性もありそうです。ということで上野行きの国鉄時代から続いた特急電車に乗車してきた動画いかがだったでしょうか。この動画いいなと思った方はぜひ高評価、コメント、ツイッターフォロー、インスタフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。ぜひ概要欄ご確認の上ご乗車ください。本日も最後までご乗車ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.今日草津島71号が運転されるみたいですね。9時5分発みたいですね。なのでなんか久々に16番、17番線の電光掲示板がにぎわっております。